っと何と言って始めるのだっけか。最近の。は、最近の一言遅れて申し訳ありません。前回の錬金弾丸使いから1ヶ月が経過しました。コラボを3回してスマブラやってウルトラマンやって、いやーここ最近は忙しい日々であった。今回挑戦をするのはブレードワイヤー、弓の狩技ですね。前々から、2年くらい前から多くのリクエストをいただいていた狩技だ。マイナーを通り越して参拝狩技ってイメージがあるよね。マイナーと参拝って意味が全然違うけどな。いや、未切断属性を付与し、尻尾切断が可能になる狩技です。と言っても厳密にはブレードワイヤーという専用の矢タイプに変更される狩技で、矢強化は得られず、属性もなくなり、瓶も使えないため、多くの武器で火力の低下が低下します。さらにクロスの時は威力もしょぼくて矢切りの方が切れやすい時もあったとか。ダブルクロスでは威力が上昇し、簡単に尻尾が切れるようになりました。それでは行くぞ。早速私は同日を装備を作った。使用するのは王宮シャンギーさん。回心率マイナス 40%、強撃瓶装填負荷、この時点でデメリットが多い武器ですが、それを補う攻撃力410、弓は愚か、モンスターハンターダブルクロスにおいて最高の攻撃力を持ちます。瓶が使えないデメリットも、ブレードワイヤーなら何の心配もない。ただマイナス回心の関係上、回心もりもり超回心運用はできない。弱点特攻でマイナス回心を打ち消し、あとは純粋な攻撃力アップを目指した。というわけで練習がてらブラキディオスにでも行こうか。だけにカビルがアイスボーンに出るよ。やったね。純血キラー感は頼む。っていうのはどうでもよくて、狩り技が2つ。これはギルドスタイルですね。困った時の大事戦域にはストライカーと相性がいいとあるが、大事戦域の新強制は怪しいって知っているか。以前ストライカーに身を使った動画でわかる通り、自然な宣伝を感じる。豪車が使えないストライカーは火力で厳しい。世の中火力なのだ。ブレードワイヤーの豪車を使わない選択肢はないぐらい、ブレード豪車の破壊力を破壊力を、ブレードワイヤーって豪車にしたようなの。今見たものが全てです。ストライカー使います。早速私は装備を作ったはずだった。今見ているものが全てです。寝せと意識となった。そして逆恨みを外し、勇気活性を入れてみたぞ。なんか前にも見たような。風化体験会で使用しましたね。マイナス回心で超回心運用ができないという理由でつけておりました。内容かぶっているじゃねえか。大丈夫だ。私は開き直れる。ポジティブに言うことじゃないだろそれ。もともと超回心大正義の精神だった私だぞ。プラスには超回心、マイナスには勇気活性。いつも通りだと思えばいいのだ。そうなのか。大事なのは火力。細かいことは気にするでない。は？ディアブロス相手に110を張りはちょっと。いやそんなに時間かかってないよ。これはガバガバすぎますね。早速私は装備を作った。弱点特攻を連撃の心得に変えてみた。一発でも当たれば回心率が 25% 上昇、マイナス回心を消すことができます。やっぱり世の中安定性だよね。装備を改めて何度か試した結果、ディアブロスを10針で狩ることができた。ディアブロスを10針か、なかなか良いんじゃないか。そうだね、テイク数も多ければ良いわけではないし、この辺で締めにしても良いと思う。違う、10分13秒か、あと10秒減らすと5針か。10秒減らすと10分3秒ですよ。約だ、約10秒なんて。多少ミスや立ち回りを改善すれば縮められるタイムだ。たったそれだけで5針に行く。モンスターハンターにおいて10秒なんて誤差と言っていいんじゃないか。ただまあ8分と9分は大した差ではないが、10分と9分は大きな差なのだ。針が違う、桁が違う、全く印象が異なる。ほぼほぼ目の錯覚だろそれ。まあ、やり直すのですね。そういうことだっそま。統合阻止は渡さない。統合阻止返していいよ。じゃあ今度はどうだ。時計の針を見ると時計は見るな。カットしてからのお楽しみだ。縮小、ここで仕留めればワンチャンスあるぞ。潜り始めた。潜られる前に討伐しろ。届け私のとどめの矢。ダメみたいであるな。ダメみたいですね。ダメだ。テイク数を費やしても10秒減らせない。たった10秒減らすのがここまで大変なんて。最善の立ち回りを突き詰める覚悟でいかなくてはなりませんね。いや、この装備以上の火力を引き出し、圧倒的火力で5針を目指す。これ以上どこまで火力を突き詰めるのでしょうか。これを見てほしい。先ほどの装備で連撃の心得を弱点特攻に変えたものだ。弱点特攻でいこうってことか。これでも5針には届かない。これを大幅に超える圧倒的な火力が必要だ。でも装飾品が埋まっているし、これ以上は。そういえばなぜか火事場プラス1がついておりますね。これは5石についていたスキルポイント、意図してつけたものではないからスルーしているよ。しかしだ、これ以上の火力を求めるのならば。まさか。早速私は装備を作った。火事場だ。ついに火事場に手を出したか。10月30日のブレタ機械で使用しているので、私にとっては珍しく感じなかったり。忘れていけないが勇気活性も入れている。誰もが一度は夢見た火事場勇気活性、ロマンの塊。やっている本人は火力を出したいと真剣である。そして連撃の心得ではなく弱点特攻にした。多少なりとも会心を狙いたいで、ここまでつけて困ったことが起きた。シミュレーターさんにこれ以上つけられるスキルはないかと聞いてみたところ、これらのスキルが追加できることが分かった。どれもいまいちパッとしませんね。狩技ドリンクとか使うんだったら、アイテム使用強化が最適じゃないか。ブレードワイヤーは狩技ゲージが低め、ドリンクの効果時間が伸びても効果は薄い。私が選んだのは気絶確率半減。火事場発動の際に最低でも2発攻撃を食らう。その時に気絶して追撃食らって力尽きるなんてことは避けねばならない。現にブレた機械でそんなパターンが何回かあった。長く話した。これが最善であると信じていくぞ。本日の晩御飯はどうしましょう。年金で頼む。
一時撤退。一時撤退ってことはこの後ここに戻ってくるのか。いえ、もう二度とあのエリアに戻ることはない。つまりそれはもう一時撤退とは言わない。つまり二次撤退ということであるな。そうとも言わないぞ。つまり三次か。そういう次元の話じゃないぞ。あえて言うならば永遠撤退と言いますかね。生涯ずっと逃げてそうである。あれもしかして意味が変わっていますか。変わっていないよ、大丈夫だよ。嘘を吹き込むんじゃない。さてペイント瓶をセットして戦闘開始だ。ペイント瓶やにペイントボールと同等の効果を付与します。いやそれ何の役に立つんだ。ダブルクロスで狩りをして3年近く経つが、未だにエリア移動を把握していないモンスターもいる。その状況下でペイント瓶はとても有効なの。サンダーとディアブロス作戦上昇がないのはわかるが、 M を感じているようにも見える。行き過ぎた M は精神が狂うから気をつけよう。感謝するでディアブロス。精神状態は大丈夫か。正常を100とすると 8.5 ってところか。精神崩壊してるじゃねえか。活性と火事場が発動。次は狩技の発動だ。用意ショット。今はスケロス狙ったよな。よくぞ気がついた。罪なき動物に危害を加えるのはあまりいいことじゃないと。実は撮影中やオザミに倒されたことがあってな。これはその復讐であるのだ。復讐する相手間違えてるだろう。どうだったのか。アプケロスはヤオザミが進化した姿かと。大名はどこに。アプケロスが進化してっと潜るのは許さに。珍しく妨害系アイテムを使っていくのか。ブレードワイヤーが適用していない時だけ許しているよ。というか尻尾を狙っていく関係上、音爆弾のもがき時だと逆にダメージを稼げない。一応翼膜が弱点であるが、かなり他の部位に座れやすく動き回って狙いにくい。それでも当てるのがハンターなのだけれど、このテイク2で無理だと悟った。いざ床ブレードワイヤーや音ブ音がするけれど何の役に立つのだろう。切れ味を上げているのか。切れ味があるのはワイヤーの部分だけだからな。は、切れ味を上げているのか。結局そこに行くのか。これぞ運命というやつよ。ブレードワイヤーが発動した後の立ち回りはとにかく鬱病とは大変ですね。精神力 8.5 は厳しいぞい。ということではなく、ブレードワイヤーはためによってやタイプが変化しない。それを利用し小さな隙にもとにかく鬱。ためも大事だが手数も考え立ち回ると。火事場が効いたのか。早くも怒り状態だぞ。故にだ、私も全力でアクセルレインを発動する。そうい、アクセルレインで地味であるが優秀なのか。ためにまでの時間が短くなること。例えばため3打った後にすかさずためにを打つ。小さい隙を狙う際にため1ではなくためにを狙える。もともと小さい隙にはためにを使っていた気がしますが、ためにを使った時の被弾のリスクが軽減される。おっと、これは勝ち上げの瞬間。一歩前に失敗したが下手の極み。何を失敗したのか伝わらないな。難関すぎて私にしかわからない失敗であった。要約すると説明するのが面倒くさいとのことです。貴様はその通りだ。次は突進が来ると私の感が言っていたような気がするな。どうだったかな。言ったんじゃないか。言ってない。礼するなら最初からそう言え。ハゲ、この髪の毛を見てハゲなんてよく言えたな。貫通や方式のブレードワイヤー、尻尾はもちろん翼膜をかすめるように。ディアブロスの定番の突進。そうや、すれ違い玉に打つのはロマンがあるけれど、めっさヒヤッとする。おおっと、飛行停止で突進していると尻尾が切れてしまうと。突進をかろうじて避けて、すれ違い玉にブレードワイヤーを尻尾に向けて発射して、尻尾切断のロマン技ですね。やべえ。短縮してわかりやすく言うと、すれ違い通信切断というわけであるな。意味が変わっていないか。変わっていないか、つまり質問をしているのであるな。私は質問に答えよう。変わっていないぞハゲと。引き続き輪投げをしながら打つのか。あー、このコントローラー様、変な方向に打ってどうしたんだ。手が滑ったか。その通りだ。その通りなの。このスイッチプロコントローラーさんは困った仕様があって、ちょっと押してみますよ。反応してない。軽く押すだけでは反応せず、やや深く押し込まないと反応しない。簡単に言うと、駅の交通カードかざすとき叩きつけないと反応しない感じ。叩きつける人がどこにいるのか。弓だとこれが本当に厳しくて、ちょっとでも力が弱まると矢の暴発が起きる。旧式操作は試しましたか。あ、アクセルレイン発動時に瞬歩もやって自動キャット入れていた記憶があったのだ。ボーリング大会では投げしてるやつ並みにどうでもいいけど、そんなことがあったのか。その昔フロンティアには瞬歩の実があってでな。突進後に尻尾、完全に角に当たっていたな。ブレードワイヤーが切れても尻尾。現在発動中です。困った。プレイもセリフもガバガバで、このままだと私はガバオ君になってしまう。ガバオ君、ガバオ君の特殊個体か。この方向は絶対回避で。あ、ガバオ君アンパン買ってきてくれよ。自分でファンヒーローからもらってこいよ。やめてくださいよ、ここから突進とか。あー、これは噛みつきでありますね。ディアブロス優しい。セクシャルハラスメント。ここはエリア移動だね。追いかける準備を。っと危ねー。ガバオ君、今この撮影が NG になるところだったよ。時間を巻き戻せばワンチャンスあるぞ。できるのか。できないっすねって。今度はエリア移動している。アプケロスに被弾を確認しました。すまないアプケロス、10万円もらうから許してくれ。許してもらえるわけないだろうが。ならば1億円もらっておく。お金をもらって許してもらおうという発想をどうにか滅解してくれ。ディアブロスがエリア移動しました。エリア移動するわけない。疲労状態だぞ。ダメージを稼ぐチャンスだ。ブレードワイヤーが発動すると瓶が無力化される故に、数少ないペイント瓶の活躍。ペイント瓶は封じ込められた。お疲れ様でした。君の活躍は2020年まで忘れない。もう忘れてんじゃねえか。私は今2019年を生きている故にだ。私はまだペイント瓶のことを覚えている。疲労状態ともあって攻撃し放題だ。デバルハザクと言いたいところなのだけれど、何か問題でも。ああ、困っている。尻尾が切れてしまっている。尻尾を切る狩り技だよね。弱点である尻尾の当たり判定が小さくなってしまって、ダメージを稼ぐのが難しい。切れたのは肉質の硬い先端部分で、弱点部位の当たり判定はさほど小さくなっておりません。と思うであろう。やっぱり体感的になんか当たり判定だね。どうもね。はい。狙いを定めるのが困難なら、腹の当たりを狙ってみたらどうだ。ブレードワイヤーの切断属性ならダメージ稼
稼げるんじゃないか。実は断裂弾が切断属性の特性を持っていますが、ダメージ計算は弾肉質という仕様でして、あ、これはブレードワイヤーだから断裂弾とは違うかもしれないぞ。その点は私も気にしたから検証してみたよ。検証相手はライゼクス、弱点特攻をつけた装備で翼を狙う。ライゼクスの翼は切断で50を弾で40、ブレードワイヤーが切断属性なら弱点特攻が適用され、クリティカルが弾属性なら弱点特攻が適用されずバッドクリティカルとなります。はい、はい、ブレードワイヤーとは、ただ飛行停止で発射し続けるものではない。ケツの遺伝子を感じろ。ケツの遺伝子を感じ取り、ケツの一点を見続けるのだ。ディアブロスの向きが変わっても動じない。常に心の耳でケツを感じするのである。文章だけ見るとただの変態だぞそれ。世間の評価にも動じない。日本語訳しますと、真後ろから尻尾を狙い続けよ、とのことです。見ての通りブレードワイヤーは貫通弾方式で飛んでいくからね。どうしても真後ろから狙えないときは尻尾から翼膜をかすめるイメージで、そう例えばこんな感じだ。尻尾から腹のあたりに命中ですね。ていうか狙う気なかっただろ。私の中に眠る第4の魂ガバオ君が目覚めてしまったのだ。しかししっかりダメージは稼ぐのだ。すでに瀕死。さすがはカジバの力だな。しかも私ここまで大きな被弾がないのだ。カジバだから被弾したら終わりだしな。いっそ私回復縛りでモンスター狩れるのではなかろうかと。やめておきましょう。瀕死のディアブロスはこのように痕跡を残すことなくエリア移動をします。もはや瞬間移動だよな。しかしこういう時にペイント瓶が役に立ちます。エリア後にいるのがわかるな。なるほど、ペイント瓶はこういう時のため。私の考察が言っている。ディアブロスはこの先のエリアにいると、エリア後なんて深読みはするな。純粋なる気持ちに従うのだ。いなかったぜ。お前は何のためにペイント瓶を使っていたの？モンスターを素早く見つけるためだった気がする。最終決戦だディアブロス。もう瀕死なのだろう。私の勘はごまかせないぞ。最終決戦だディアブロス。勝った。最終決戦、約6秒で決着。本当に瀕死だったのですね。つまりは理由によっては統合阻止も狙えたわけでして、そこまでこだわらなくていいのではないかな。こだわりを持たない人間は力尽きるらしいぞ。いや人生妥協も大事だよ。絶対的に大事。お前は人か？人です。怪人ですので人ですね。それでいいのか？また魚類なのか哺乳類なのか鳥類なのかわからなくなってきたぞ。魚類、人か、山族のカニカマ。どういうことか。タイムは8分50秒。まあ、目標は達成しましたね。お前のカジバっていまいちパッとしない記録だ。最初は15分で討伐していたことを考えると、これはこれで大きな進歩であると考える。エリア移動込みのタイムであるしね。ひとまずこれでブレードワイヤー、完結。感想を。一言どうぞ。思ったより強くて驚きだったよ。最初15針程度だった時はかなり絶望を感じたけれど、やり方次第で結構な底実力を出せる。今回はストライカーだったけれど、ブレイブスタイルの運用法もあるみたい。撮影外でそちらの方も試してみたいね。もしかしたら動画にもしてみたい。ひとまずこれでブレードワイヤー完結。あれこれさっきも言ったよな。ご視聴ありがとうございました。地中に潜ったな。次に出てきた時が貴様の尻尾の最後よ。ぬーん。